こんにちは。ちょっとね、スーパーに行ってきたんですけども、私ね、カルチャーショックでございました。まあご存知の方もいると思いますけども、私これね、 LG21 っていうヨーグルトを今日から買うことにしたんですよ。で、今までは3個パックで98円とか、6個パックで128円とか、まあよくね、目につくヨーグルトを買ってました。で、たまにこう 400g ぐらいの大きいのがあるじゃないですか。あれが98円とか198円とかで出るのをボンと買うって感じでしたよね。で、いろいろヨーグルトも調べてみたんですよ。そうするとですね、砂糖を使ってなくて安全だよと言われているなんかヨーグルトがいくつかあるんですよね。で、しかもそれが手に入りやすいやつ、なんかギリシャ風ヨーグルトみたいなのがあったんですけども、それは近所になかったんで、今日は LG21 を買ってみたんですけども、いや、これがね、何が驚きかっていうと、1個128円するんですよ。で、普段のやつの3倍から5倍ぐらいするんですよ、価格が。まあその分だけこだわって作ってるんだろうなと思いまして、売り場にあるのをね、全部買ってきたんですけども、いや、結構しますね、これね。まあでも、これは何だろうな、ちょっと言いたいことがあるんですよ。このキャップのところにね、何ですかこれ、乳酸菌で筋トレしよう、乳酸菌の菌で筋トレですよ、筋トレキャンペーン、詳しくはプロビバイオ CPJP っていうね、で、電話番号も書いてますけども、ちょっとこちらにアクセスしてですね、何事なのかちょっと見てみようかと思います。はい、アクセスしてみました。プロバイオ CPJP ですか、明治のホームページで抽選で5000名様に当たると書いてます。3月18日まで、緊急事態宣言の終了あたりまでですかね。これ何なんでしょうね、筋トレというね、この筋トレというキーワードに私はちょっとね、反応してしまったんですけども、専用応募封筒ダウンロードはこちらということですよね。各ブランドのロゴのマークを集めて応募しよう、応募すると何かが当たると。あ、いや、これね、電気ジャーが一番左にあるじゃないですか、左にやつあるやつ、年末の商店街の福引きで当たっちゃいましたよ、これ。で、強さ引き出すコース、ダイソンの扇風機みたいなやつですね、うん。で、次がなんだ、食通を占わせる豪華な味わい、なんだろうこれ、カタログかな、うん。選べる体験ギフト、憧れのダイニングってやつですね。次、紫外線から肌を守るということで、パナソニックのスチーマーナノケア、あ、これちょっと欲しいかもしれないな、うん、なるほど。これが当たるんで、50点で応募だけ4回抽選券とありますね。あ、ここにもあるじゃん、なんかいろいろ。要するに、なんかポイントを集めて応募しろってことなんだ。なるほど、わかったぞ。はい、ということでね、なんか分かってきました。このなんかポイントを集めて応募したら何かが当たるってことなんですよね。まずポイントがどこにあるのか、要するにこれ1個買ったら何ポイントがもらえるっていう立て付けだと思うんですよ。で、蓋でも送るのかなこれ、うん、ちょっと詳しくね、後で見てみようかと思います。分かんないですけども、 LG21 ってのは初めて買ってみたんですけども、何気なくね、上の方に乳酸菌で筋トレしようなんてね、ふざけたことが書いてあるんで、ついつい真に受けてホームページの方を見に行ったら、ちょっと応募してもいいかもみたいになっちゃいましたね。まあこういう人がたまにいるんですよね。いや、普段こんなん買ってもこんな見ないじゃないですか。で、応募なんかしないでしょ、まともに。で、事務局に電話とか電話番号書いてますけど、これ電話していいんですかね。電話して、お、事務局ですか、会長の森さんとかもなんか辞任させないんですかとか言ってみいいでしょうかね。そしたら事務局違いだって言われてますね、きっとね、うん。あ、でもこれオリンピックに協賛しますよ。じゃあインタビューしてみましょうか。森会長の発言どう思いますみたいな感じでね、協賛企業としてどうですかって聞いてみましょうか。そしたら、私たちの立場で発言することは控えようと思いますみたいなこと言うんですかね、政治家かみたいなね、思っちゃいますけども、ちょっと関係ないですね。まあ今回のこれ筋トレキャンペーン、ちょっと応募してみますわ、なんかね、筋トレということで、今回は以上でございます。どうでもいいことね、動画に上げるなって感じですね。いってらっしゃい。